ソビエツカやガバニの、紋章ソビエツカやガバニを含むソビエツカやガバニ地区の、ハバロフスク地方内での位置ソビエツカやガバニは、ロシアの極東部に位置する、港湾都市で、ハバロフスク地方に属する。サハリンの対岸に位置し、日本海最北部のタタール海峡に面する。バイカルアムール鉄道の東の終点でもある。人口は3480人、2007年の、 推定人口は29,247人。1853年5月23日、ロベイ会社の船舶、ニコライでこの地域を探検していたロシア、帝国海軍隊員、ニコライ・コンスタンティノビッチ・ボシュニャックは、マミヤ海峡沿いのアジア大陸の海岸に、天然の良好となる水深の、深い、入り組んだ湾をいくつか発見した。 その湾の南岸の現在のソビエツカやガバニとなる場所は当時のロシア皇帝ニコライ一世にちなみガバニ、インペラトラニコライアと名付け、後にインペラトルスカイアガバニと縮められた。1853年8月4日にはロシア海軍の探検家で後に海軍将官となったゲンナジー・ネベリスコイがここに軍の全省を設置し、ニコライ一世の息子コンスタンティンにちなみ、 海軍上級大将コンスタンティン・ニコラエビッチ、大港証書と名付けた。ソビエツカやガバニの船の修理工場のドックこの証書は、20世紀初頭には、日本海沿岸地域の海運及び、背後の産地の木材伐採の中心地となり、カナダ資本など、国外の会社の進出もあった。ロシア革命後の1922年、 ソビエト連邦成立にちなみ港の名前はソビエツカやガバニと改名された。1941年に死となり、1943年から1945年にかけて内陸のアムール川沿岸のコムソモリスクナアムーレへの鉄道が建設された。これは直後に迫ったタイ日参戦のために完成させたものであり、1930年代から 計画されてきたバイカルアムール鉄道の最初の開業区間でもあった。1958年には、市の北のワニの湾に位置するワニの地区が独立した自治体、ワニの市となり、バム鉄道完成後は貨物運送などで上り上市にあったが、ソ連崩壊後は取扱量や人口は落ち込んでいる。欠片の気候区分では、亜寒帯陶器昭雨気候である。 シベリアの内陸よりは雪が多く、若干冬の気温も高い。海洋性の気候であり、日本と同様に夏の気温のピークは8月であり、雨の降る日は多い。町の経済の中心は、港湾業で、冬には流氷に閉ざされるものの天然の良好の条件を満たしており、商工、漁港、造船所や船の修理所などがある。 また、漁業に伴い海産物の加工も行われる。陸路で 30km 離れたワニーノからは、対岸のサハリンのホルムスクに向かうワニーノホルムスク、鉄道連絡船が1973年以来、運航されており、かつては、ワニーノから、ホルムスクを経て、小樽市に向かうフェリーも運航されていた。ソビエツカやガバニには、ロシア太平洋艦隊の基地がありソ連崩壊までは、 非常に栄えたほか、海軍飛行場や空港もある。ありがとうございます。